海上自衛隊の出雲課が、航空母艦化に向けて台形から四角形へ監視構造を変更するとのことだよ。南シナ海や東シナ海に何隻の空母が集結するのか、その光景は圧巻だろうな。備えあれば憂いなしだもんね。中国の脅威に対応しないといけないし。そうだね。さて今回は出雲の最新情報について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2021年度の概算予算には、ヘリコプター搭載型の出雲型護衛艦2番艦の加賀の改修工事費用として231億円が組み込まれていて、その影響で、1番艦出雲と同様に加賀の改修工事の準備が進められているんだ。変更点改修箇所としては、まず艦載機となる F35 ライトニング 2B 型のエンジンからの排気熱に対処するための、全通飛行甲板上への耐熱工事が挙げられ、これは、MV-22 オスプレイ用にも役立つとされているものだね。日本では、MV-22 オスプレイは陸上自衛隊が千葉県の木更津駐屯地に暫定的な配置を予定しているんだけど、本来は佐賀空港を拡張しての運用を目指していて、いずれにしても、南西諸島向けに配備する方針ということには変わりはなさそうなんだ。さらに、出雲加賀の改修工事で最も大掛かりなものだと言われているのは、現在上空から見た場合に台形型をしている艦首部分を四角形型に変更するもので、アメリカの強襲揚陸艦に習った形に変更する点だと言われているよ。もともと短距離離陸垂直着陸が可能な F35 ライトニング 2B 型としては台形上の艦首による現状の滑走距離でも、物理的な発艦自体は可能だが、機体の離陸重量は軽くせざるを得ない状況ってわけだ。この機体の離陸重量に制限が発生するということは、つまり搭載する兵装や積載する燃料を少なく抑える必要性を生じさせ、実運用時の攻撃力や航続距離の低下を招いてしまうことを意味するからだね。こうした兵装や燃料搭載量を最大化したいのであれば、イギリス海軍のクイーンエリザベスやイタリア海軍のカブール等のようなスキージャンプ式の発艦機構が理にはかなっているというわけ。しかし、アメリカの強襲揚陸艦がこれを導入しない理由は、飛行甲板上への他の機体の駐機スペースを減らさないためと言われており、出雲加賀でも同様の理由が考えられているぜ。実写映画化もされ、人気を博した漫画原作の作品空母いぶきでは、同艦は F35 ライトニング 2B 型の運用にスキージャンプ式の発艦方式を取り入れているけど、これはフィクションゆえと言えそうだね。空母いぶきといえば、川口海二さん作めぐみ谷治監修による日本の漫画及び、作中に登場する架空の航空機搭載型護衛艦 DDV の艦名のこと。ビッグコミックにて、2014年から2019年まで連載された、架空戦記の漫画だよ。マイナーなジャンルである架空戦記漫画が、約5年も続くだけでもすごいんだけど、この漫画は映画化もされ、さらにその映画が大ヒットするなど、注目度も高い漫画の一つだったんだ。当初、空母いぶきを発表する前の2010年あたりは、中国の台頭に伴って色々なことが起きていて、尖閣諸島中国汚染衝突事件や、日中関係の中で離島防衛や奪還作戦の可能性が現実味を帯びていたあたりでもあったんだ。2012年には政権交代で誕生した第二次安倍内閣により、政府は平和安全法制の制定を目指し、終日国会で議論されていたことも記憶に新しいよね。安倍元首相は、残念ながら亡くなってしまったけど、彼の安全保障に対する強い姿勢は印象的で、覚えているという方も多いんじゃないかな。そんな時代背景の中で発表された空母いぶきは、当時一躍話題となったみたいだね。このような戦記ものの漫画を知らない人でも、一度は空母いぶきという名前を聞いたことがあるんじゃないかな？実際、ネットで調べてみると、空母いぶき実在空母いぶきノンフィクションなど、物語の背景が気になっている人も多い印象だよ。これまで沈黙の艦隊やジパングなどの軍事作品を数多く世の中に発信した川口海二さんが作る漫画の中でも、より現実的具体性に富んだ物語となっているのが、この空母いぶきってわけ。この漫画の主人公は、空母いぶき。登場人物はフィクションだけど、漫画内に登場する地名や国会武器以外の兵器は実在するものが書かれているということもあり、よりリアリティ性があるのかも。ただ、前述した通り、F35 ライトニング 2B 型の運用にスキージャンプ式の発艦方式は現実には取り入れられていないんだけど、ただ、このような軍事漫画にも起用されるほどのものだから、いかにこの発艦方式が注目されているかがわかるよね。もう一点、今回の出雲加賀にスキージャンプ式の発艦方式を加えなかった理由は、両艦が監視下部に対潜哨戒用ソナーを搭載していることが大きな理由として挙げられているよ。スキージャンプ式の発艦方式を増設する場合、どうしても艦の重量増加は避けられないが、
対潜哨戒用ソナーも設置したままでこれを行うとした場合、大きく艦全体の安定性を欠く可能性があるからだな。こうしたリスクを検討した結果、現状では出雲加賀の改修は、アメリカの強襲揚陸艦を踏襲したものになったと思われていて、また艦内スペースの有効活用についても参考にするみたい。F-35 ライトニング 2B 型の出現と出雲加賀の航空母艦化で、航空母艦という艦種のくくりが非常に拡大解釈されているように感じられるから、気になる大まかな艦艇の仕様を見てみようか。イギリスのクイーンエリザベスは、基準排水量4万5000トン、満載排水量6万7669トン、全長284メートル、全幅73メートルに、最大で48機ほどの F-35 ライトニング 2B 型やヘリを艦載できる仕様になっていて、イタリアのカブールは基準排水量2万2130トン、満載排水量2万7100トン、全長 236.5 メートル。全幅39メートルに、最大で20機の F-35 ライトニング 2B 型へヘリを艦載可能となっているんだ。出雲加賀は、基準排水量1万9500トン、満載排水量2万6000トン、全長248メートル、全幅38メートルに最大で F-35 ライトニング 2B 型なら10機前後。ヘリも大体同様の艦載数と見られているよ。アメリカ級強襲揚陸艦は、満載排水量4万5570トン、全長 257.3 メートル、全幅 32.3 メートルに F-35 ライトニング 2B 型なら20機前後、MV-22 オスプレイならば42機とさすがライトニング空母と呼ぶべき収容力ってわけ。韓国が先頃打ち出している軽空母計画は、詳細な仕様等は不明ではあるが、軽空母と言いつつ排水量は4万トン程度とも言われ、ちょうどクイーンエリザベスとカブールの中間とも思えるな。アメリカの大型原子力航空母艦を基準にしてみるとクイーンエリザベスは中型カブールは小型空母であり、出雲加賀はヘリコプター空母の拡張版といった印象を受けるぜ。アメリカは、最新のアメリカ級や、前級のワスプ級の強襲揚陸艦に F-35 ライトニング 2B 型を艦載機としていて、大型原子力空母を補完する戦力に位置づけようとしているけど、出雲加賀よりはるかに大きいことは明らかなんだ。こうした出雲加賀への艦載機として配備が待たれる。F-35 ライトニング 2B 型だけど2021年4月には、宮崎県のニュータバル基地への2024年前後の配備を進めて南西諸島防衛を目指す予定なんだって。ちなみに、ニュータバル基地は、宮崎県固有軍新富町に所在する航空自衛隊の基地のことで、第5航空団等が配備されていて、基地司令は第5航空団司令が兼務しているぜ。ニュータバル基地の最大の特徴は、国内最強の技量を持つパイロットたちで編成された、飛行共同軍のかつての本拠地であったことだろうな。基地面積は9135平方キロメートルと広大で、日米共同訓練のために、滑走路の改修や隊舎などの整備が行われていて、また、アメリカ軍普天間基地の有事展開拠点機能の移設先の一つにも選ばれていて、日本はもちろん、アメリカの軍事力にとっても重要な役割を担っているのがわかるよね。そもそも帝国陸軍航空部隊のニュータバル陸軍飛行場として建設されていた過去があるから、今も昔も、日本の軍事力にとって欠かせない存在であることには違いがなさそうだぜ。大戦末期には特攻隊が出撃する基地としても利用されていて、負の要素はあるけど、それでも日本における軍事力の一端を握っていることには変わりはないと思うよ。このようなニュータバル基地だからこそ、F-35 ライトニング 2B 型が配備されるのかもしれないね。しかし、こうした F-35 ライトニング 2B 型の配備計画が報じられると、一部のサハメディアなどでは機体そのものの安全性の問題や騒音を懸念する声が地元にあると指摘するなど、相変わらずの反応を見せているんだ。基地問題はどの地域においても、切っても切れないものだもんね。そうだね。いかに地元民の合意を得られるか、それも一つの焦点になりそうだよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。